ルドルフ・シュタイナー、ルドルフ・シュタイナーは、バルカン半島のクラリエベクで生まれ、オーストリアやドイツで活動した神秘思想家、哲学者、教育者である。ゲーテの自然科学論や学芸雑誌の編集に、携わりながら、前衛的な団体やアナキズムの傾向を持つ人々と、関係するようになり、ニーチェ主義的な自由思想の立場に至るが、神秘思想の講演者に転身し、 人知学と称する精神運動を創称した。人知学運動は、新知学協会の新知学運動から派生したもので、あるが、インド思想に傾倒した、新知学協会よりも、キリスト教新知学に近い性格を持っており、ロマン派の自然哲学、グノーシス、バラ十字思想の流れも組んでいる。シュタイガーの思想は、カール・グスタフ・ユング、パウル・クレー、 アルベルト・シュバイツァーにも何らかの影響を与えた。ドイツ哲学研究者の三島健一は、1970年代以降のドイツで緑の塔に集まった知識人たちの中に人知学に学んだ人々が多いと述べているが、その一方で、1920年代にバルター・ベンヤミンはシュタイナーについて、全近代への願望でしかないと見て深く、軽蔑していたとも指摘している。 シュタイナーは20代でゲーテ研究者として世間の注目を浴びた。1900年頃からドイツの新地学サークルと関係するようになり、新地学徒たちの集まりで講演を行うようになった。1902年に新地学協会の正会員となり、同年ベルリンで新地学協会ドイツ支部が設立されると、その事務総長に選ばれた。1912年に、 同協会を脱退し、友人らによって設立された人知学協会の指導に当たった。晩年の1923年末には一般人知学協会を創設して、その代表に就任し、亡くなるまで活動を続けた。人知学について多くの著作をものし、物質世界を超えた超感覚的世界に関する事柄を語った。その思想の詳細は、 ヨーロッパ各地で行われた生涯6000回にも及ぶ講演を通じて明らかにされた。そのテーマは教育、芸術、医学、農業、建築、経済など多方面にわたった。シュタイナーの著作や講演集は現在も継続してドイツ語で出版され、版を重ね外国語にも翻訳されている。シュタイナーはヨーロッパの秘境伝統の中でも とりわけ重要な人物とみなされている。ドイツの関連論とロマン派の影響下で、自らの思想を形成し、ドイツ近代哲学の認識論の系譜を引いているほか、ドイツ神秘主義の影響も受けた。また、教育学者のヒシカ・リテルオによると、シュタイナーは、ヨーロッパ中世、ルネサンスから続く、魔術の実を受け継いでいる。 三島健一の説明によると、ゲーテの自然科学論の影響下で、シュタイナーが展開したのは、当時様々に模索されていた、総合地の一つの形であり、その背景には、シンプラトン主義、ドイツ神秘主義、ヨーロッパの古典的な自然科学があった。シュタイナーは、宇宙の精神と結びついた人間の内なる冷静についての認識の基礎づけを図り、また、 近代社会の諸問題の克服に向けた調和への道筋を探った。一貫性のある完璧に整えられた生活スタイルを提唱しており、オーラの色から台所の棚の色まで細々と生活の指導を行い、追随者たちに精神生活から食事まで影響を与えた。環境問題が切迫した課題になった現代では、多くのスピリチュアルな組織や指導者が、 精神的な課題として、環境保護に注目するようになった。シュタイナーは、環境問題に関心を持っており、その思想の中心は、エコロジーと宗教が占めていたため、現代の自流とうまくマッチした。また、神秘思想としては珍しく、教育、農業、治療といった実用的、世俗的な実践のノウハウを確立させていたため、シュタイナーの思想は現代で復活した。 シュタイガーの残した様々な構想は特にドイツ語圏の国々で小規模とはいえ存在感を持って実践され続けている。現代の人知学協会の活動はさほど活発とも言えないが時代に乗って環境運動を成功させ勇気農業、伝統事業といった生態環境的観点にかなう企画に低利率で資金を貸し付ける銀行を設立し人知学運動は教育、 治療及び医療まで手を広げた。教育の分野においては、バルドルフ教育及びバルドルフ学校が代替教育として広く普及し、日本でも世界のバルドルフ学校の教員養成で学んだものを中心に実践されている。現代の人知学協会の影響は、活動の規模よりもかなり大きい。その一方、ザ・スケプテックス・ソサエティの創設者で、 サイエンスライターのマイケル・シャーマーなどの現代の批評家は人知学の生物学、医学、農業などを偽科学と批判している。22歳の学生であった時にゲーテの自然科学に関する著作を肯定して序文を書く仕事を依頼され13年間かけて完成させた。その成果は1897年にドイツ国民文学という総書の 1> 第1巻として出版された。この、シュタイナーの業績は指揮者たちから高く評価された。ロストック大学で哲学の博士号を取得し、その学位論文を編集して、真理と科学として出版した。1894年には、哲学的主張、自由の哲学を出版し、その5年後には、自身のゲーテ研究の集大成として、ゲーテの世界観を出版した。 しかし、哲学の研究者たちからはほとんど評価を得られなかった。自由の哲学では、あらゆる哲学の試みを検討しつつも、複眼的視点においてその欠陥を確定し、別の観点を試みている。自由とは、結局、一つのものの見方よりも、より多くのものの見方を得た時にの見えることができる、というようなことを示唆している。シュタイナーによれば、人間の持っている、 通常の五感では、事物の表面しか捉えることができず、五感を超えた工事の感覚によって、初めて事物の本性を把握することができるという。シュタイナーは、投資能力を持っていたと言われ、それによって得た、超感覚的世界の実装に基づいて、人知学を創始して、人類の霊的向上を促そうと啓蒙を行った。 シュタイナーは物質変調に傾きすぎた今の文明のあり方を正すために古代から受け継がれた卑怯的、霊的知識を総合し万人に公開し、それを近代的認識批判の立場からも受け入れられる言葉で語ることが必要と考えた。近代神知学から受け継いだ伝統的な東西の卑怯の協議をバックボーンに整合性と合理性のある体系を作り上げた。 ミドルセックス大学のピーター・ワシントンは人知学についてこう解説している。人間の存在とは感覚的な存在と感覚を超越した世界が統合されている存在で、この点で人間は動物や天使と違っている。感覚を超越した領域には客観的な実態があり、現象世界も同様である。人知学はその二つの間の人間の位置を研究する学問である。 これは、絶対に、我々が持つことのできない神々の知恵ではなく、人間のつつましい知恵であり、むしろ人間についての知恵というべきものである。彼は、近代新知学の創始者ヘレナ・ピー・ブラバツキーのような、純粋な霊媒ではなく、未霊能力者であると同時に、自然科学者の目と哲学者の論理的思考能力、それに、芸術家の文章構築構築力を備えており、 神秘学を学問として成立させようとした。そのために、新知学協会のマハトマのような教祖にしか把握できず、教祖を返さなければ接触できないような神秘的存在を遠ざけた。霊媒や高齢術等の理性的な思考から離れて感情に没入する神秘主義については、科学的でなく、間違った道であると警鐘を鳴らしていた。 人知学が一つの学問になるためには、すべての人が彼の言う、超感覚的認識を持つ必要があるが、シュタイナーは、それが誰にでも獲得できる能力であると考え、霊的な教師のための精神教育の確立を重視し、人知学の方法に従った修行、特にその、瞑想と、集中の行を、毎日15分間行いさえすれば、自然と未霊能力が発現すると主張した。 この点によって、シュタイナーは従来の神秘主義と一線を画している。霊的な事柄についても理性的な思考を伴った科学的な態度で探求するということを重要視していた。人知学は、神知学から心霊科学という概念を受け継いでおり、シュタイナーの言う科学は、一連の知識、明確な一つの方法論を意味している。辞 いかにして、超感覚的世界の認識を獲得するかでは、具体的な霊的体験を得るための修行法について、記しているが、第二部を作る前に大去った。神知学の、ロード・オブ・ダーク・フェイスという、グレート・ホワイト・ブラザー・フット・オブ・マスターズと闘争を、続ける悪霊という漠然とした概念を明確に、定義づけし、人類の、 主な敵は傲慢の霊ルシファーと物質主義の霊アフリマンで、ルシファーは人間は努力すれば人間の限界を超える的能力を持てるという身の程知らずな考えに陥らせる例で、アフリマンは現代科学技術の最高神で人類が精神と五感の領域だけを信じ霊的な面を拒むように仕向けると考えた。1914年に戦争が起こると、シュタイナーは 戦争を起こしたのはダークホースだと主張した。また国家の運命は宇宙の計画の一部としてあらかじめ定まっており、各国には世界進化のために果たすべき役割があり、ドイツ人はその最も高度な点に関わっていると考えていた。国家はそれぞれ天が使わした大天使が導いており、大天使はその国の民族精神とも言うべき存在だという。 人類史上初めての世界的戦争である第一次世界大戦後の最中にあって戦争をはじめとした社会問題の解決策として社会有機体三分節化運動を提唱した社会を有機体として捉え精神生活法生活経済生活の三つの部分が独立しながらも精神生活においては自由を法生活においては平等を 経済生活においては、友愛を原則として、この三つが有機的に結びつくことが健全な社会のあり方であると説いた。当時のドイツの外務大臣をはじめとする国家の指導者たちに提案するも、政治的に採用されるには至らず、長い間帰り見られなかった。1970年代後半頃から再び検討されるようになり、 1980年代の西ドイツの緑の塔の創立理念に影響を与えた。シュタイナーは独自の宇宙論の中でキリスト存在の中心性を重視した。新地学教会はすべての宗教の本質は同一であるという立場を取っていたものの中でもインド思想を変調しており、それに比べるとキリスト教は他の一宗教に過ぎなかった。新地学教会内で シュタイナーの支持者と主流派との間に対立が起こったのも、そうしたキリストに対する立場の違いに起因していた。シュタイナーは、人間の肉体を持ったキリストとキリストが亡くなる3年前に、彼の肉体に入った精霊を区別していたため、ジッド・クリシュナ・ムルティが、精霊、キリストの最後の生まれ変わりであり、最上の人間であるという、 チャールズ・ウェブスター・レッド・ビータの主張を受け入れることはできなかった。また、シュタイナーのキリスト論は、キリスト教の主流派からは認められない異端的なもので、あり、人知学は、神学者たちからも厳しく批判された。シュタイナーの弟子であったルター派の牧師、フリードリヒ・リッテルマイヤーの主導で、1922年、シュタイナーの得意なキリスト教思想に基づく、 キリスト社共同体が設立された。運動の中心は、被災の養成学校のあるドイツのシュトゥットガルトで、イギリス、オランダ、スカンディナビアにもある。この団体は普遍アントロポゾフィ教会から独立した宗教組織で、シュタイナーは、この組織に属さないで外部から司祭たちに助言を与え続けた。学校教育、シュタイナーの人間観に基づき、独自の教育を行う。 自由バルドルフ学校は1919 19年にシュトットガルトのタバコ工場に付属する社営学校として開校された。この工場に働く労働者の指定が生徒であったため、初等、中等教育及び職業教育を行う総合学校の形態をとった。このタイプの学校がドイツ内外で次々に設立された。現在ドイツのそれらは自由バルドルフ連盟に、 属している。ヨーロッパ地区では、バルドルフ学校、または、ルドルフ・シュタイナー学校と総称され、600校ほどが、各国連盟ごとに存在している。日本及び、アジア各国においては、シュタイナー教育という呼称が、一般的である。2013年に、日本シュタイナー学校協会が設立され、学校法人、シュタイナー学園など、 全国の学校法人及びフリースクールを含めた全日制7校が加盟している。バルドルフ学校は自由バルドルフ連盟に登録されていないものまでを含めると世界中に900校以上あると言われる。幼児教育シュタイナーは1920年6月に自由バルドルフ学校の教員会議で次のように発言した。 本当は幼稚園の頃から子供を預かることができると良いのです。子供たちを受け持つ時間が長ければ長いほど良いのです。就学以前の子供たちを受け入れることができるはずです。幼い子供たちの教育の方が重要なのです。このように幼児教育の重要性を解き、自らの指導のもと E.M. グルネリウスにシュタイナー幼稚園を設立させる意向であった。しかし、 シュタイガーの存命中にはこれはかなわなかった。亡くなった翌年の1926年にグルネリウスらによってシュタイナー教育の理念に基づく幼稚園が始まった。治療教育障害を持つ子供たちを受け持っていた学生たちがシュタイナーから受けた助言をもとにドイツのイエナ近郊に治療教育施設ラウエンシュタイン治療教育院を作った。 ちょうど同じ頃スイスのアルレスハイムにある臨床治療院では、心身に何らかの障害を持つ子供たちが入院し、その入院施設が後に発展して、1924年に治療教育施設、存年法フが成立した。シュタイナーは治療のために薬以外にも、音楽、絵画、聴祖、オイリトミーなどの芸術や宗教による特別の教育を示した。 イギリスにおいては治療教育は、シュタイナー教育の代名詞と言われるほど評価が高い。7年周期による教育シュタイナーは、人間は7年ごとに体を完成させてゆき、63歳で成長の頂点を迎えるとしている。7歳までを、肉体、14歳までを、エーテル体、21歳までを、アストラル体の完成とし、それ以降は、自我が独立して発達するとし、 それ以前の期間を教育が必要な時期とした。四つの気質シュタイナーは西洋医学の伝統的な病理説で1858年のウィルヒョウの細胞病理説の登場まで約1800年間信じられていた四体液説の体液の分類とそれに基づく伝統的な気質説を取り入れている。自我が優勢な単純室、アストラル体が優勢な多血室、 エーテル体が優勢な粘液質、肉体が優勢な憂鬱質があるとし、それぞれの機質のどれが優勢かで子供を分類し、分類に合わせて教育者の対応を変えるとしている。この機質は誰もが4つ持っているが、優勢なものが一つあり、個人における4機質を調和へと導くことが教育の課題であるとしている。自分たちの活動にふさわしい形の建物が必要だとの考えから、 シュタイナーはゲーターヌムと呼ぶ独特の形詞を持つ建物の設計を行った。最初に建設されたゲーターヌムは2つの天蓋が有機的に交わる木製の建築物であったが火事により消失した。現在はミュンヘンのピナコテイクデアモデルネに模型が置かれている。第2ゲーターヌムについてはシュタイナー自身が粘土で模型を制作し現場で建築作業を直接指導して ショードームの絵の大半を自ら描いた。そこは普遍アントロポゾフィー教会の所在地であり、人知学運動の中心地となっている。シュタイナーは芸術を感覚で捉えることのできる世界における超感覚的世界の表現だとしており、美は理念の表現ではなく、表現によるイデアそのものだとしている。美的な体験はアストラル体を通じるものだとし、 芸術によるいくつかの療法も行っている。シュタイナー医学、人知医学、アントロポゾフィー医学は、シュタイナーのオカルト概念、哲学に基づいている。シュタイナーとオランダのジョイータ・ベーグマンの協力で、創始された。シュタイナーは、医師や薬剤師、医学生などの前で、自らの精神科学に基づく医学に関する講演を、多く言った。また、 医師たちの診療に同行し、助言を与えたりした。ベーグマンの主導で臨床医療研究所や製薬施設が作られた。人間を物質のレベル、生命のレベル、感情のレベル、精神のレベルという4つの構成要素で考え、そのバランスが崩れると病気になるとする。使用する薬剤は自然治癒力を高め、この4要素のバランスを回復させるために、 人知学に基づいて考案されたものである。自然物を原料とするが、そのまま抽出して、薬として使用するのではなく、熱プロセス、ポテンタイズなどを経て、その原料が持つ本質が人間に役立つように、制約された薬剤であるとしている。オイルマッサージやシップ、オイルバスなどの物理療法、オイリトミー療法、音楽療法、調査や絵画療法、言語療法などの芸術療法、 発達支援、指揮セラピー、医薬品の処方を行う。シュタイナー医学の解剖学、身体観には生物学の常識とはかけ離れた部分がある。病気はカルマの影響を受けるとしている。シュタイナー医学からシュタイナーの理念に基づいて自然の原料のみを使った化粧品や食品を製造している会社、ベレダが生まれた。ホメオパシーとの関係が深い。 ユイトラコの日本ホメオパシー医学協会は、シュタイナーが、悲想に、ホメオパシーも取り入れていることから、シュタイナー教育関連者に、ホメオパシー実践者も多いと述べている。子供の予防接種に否定的で、シュタイナー医学信奉者の集まるシュタイナー学校が、感染症のアウトブレイクを、幾度も引き起こしている。シュタイナーは、有機農業を地球次元だけに留まるものと考え、 天体の動きなど宇宙との関係に基づいた農業歴に従って種まきや収穫などを行い自然そして超自然との調和を目指す独特の農業を提唱した背景には西洋要先生術的な世界観農民の伝承文化の尊重と近代科学批判などがあるシュタイガーの農法では効率はほとんど重視されず経済効率を超越しており 手作業の優越性や娯楽の問題として判断がなされ、超自然的作用だけでなく、農民の具体的な手触りが重視されている。シュタイナーは、動物は人間より賢いと断言し、農地という空間、有機体において人間を一つの構成要素に過ぎないものと考え、作物以外の植物の有効性を認め、家畜以外の動物の有効性を認め、 農地を再構成しようとした。それは農地の空間と人間に対する制限を前提とするものであった。シュタイガーの農法には既存の自然と人間の関係、農業における人間中心主義を変革する可能性があり、同時に閉鎖性と排他性を抱えていた。シュタイガーの死後、彼の理論付けた農法は西洋近代の農法と区別するために、 バイオダイナミック農法と呼ばれるようになった。ナチス時代に活躍した指導者の一人エアハルト・バルチェによる、セヒの生物学的調整という側面に注目した、生物学的という形容詞と、エルンツとしてエゲマンによるエーテル的力とアストラル的力の関係性を表す、ダイナミックなという形容詞が関されることがあったが、両人が妥協し合う形で、 バイオダイナミックという形容詞が使われるようになった。ナチス時代には生産性の低さから公には禁止されたが、ナチスによって東欧の占領地で用いられた。バイオダイナミック農法はヨーロッパをはじめ世界各国で研究、実践されている。シュタイナーの農業理念に基づいて設立されたドイツ最古の認証機関であるデメターは有機農法の連盟の中でも 代表的な団体であり、厳格な検査によって、バイオダイナミック農法の商標の認証を行っている。日本では1985年に、千葉県の農場で、ポ・コアパコー分社が日本で初めて、バイオダイナミック農法を始めた。批判については、論争の不死を参照のこと。学校卒業時の写真1891年、アタフロリックが1900年、ルツイコールグノーシス、 1904年新知学協会会長のアニーベ・サントと1907年赤社年代期より1912年には明治大正期に教育界で活躍した熊本優奈緒による宗教的、道徳的上層の教養条件進派の心理学の応用によってシュタイガーの教育思想が日本に紹介された。1925年から14年、ドイツ人哲学者、 フリッツ・カルシュが、旧制松江高等学校にて教弁をとっていたが、その授業の中で、人知学を教えている。カルシュは、マールブルク大学在学中に、ゲーテ・アヌム・デ・シュタイナーと直接会ったのをきっかけに、人知学に傾倒しており、人知学に関して綴ったノートを妻エメラ宛に、送っている。また、長女、メヒテルとは、関連文献の英語訳者として、活動、次女、 フリーデルンは、マールブルクのシュタイナー学校に通い、自由バルドルフ学校で、シュタイナー教育に従事、日本人親子を指導したとされる。1920年代には、シュタイナーの設計したゲーテアヌムを現地で見て感激した早稲田大学の今井、ケンジ教授によって、日本の建築関係者たちの間で知られるようになった。1970年代頃から、娘の教育のため、 家族でドイツに留学した早稲田大学教授の小安美智子がミュンヘンの小学生、娘が学んだシュタイナー学校をはじめとした一連の教育体験報告が反響を呼び、新しい教育方法としてシュタイナー教育が注目された。1970年代後半になって哲学関係の出版社イザラ処房がシュタイナーの翻訳出版を始める。 1996年には NHK の NHK 衛星第2テレビジョンの素晴らしき地球の旅という番組でシュタイナー教育を行うバルドルフ学校が紹介された。また、イタベーグマン医師とシュタイナーが共同で創始したシュタイナー医学に関しては2004年春からゲーテアーノム精神自由大学の主催で医師向けの専門的な訓練が 日本国内でも開始されており、2005年5月5日には、日本アントロポゾフィー医学のための医師会が設立された。2000年2001年には、東京と大阪で、シュタイナーが生涯を通じて密かに書き溜めていた600冊のノートを分析して、思想を探り、うち100冊を公開する展覧会が開催された。翻訳は、シュタイナー研究者、人知学との高橋和夫。 シュタイナーの存命時は1914年までにヨーロッパに広い範囲に支持者ができた。第一次世界大戦後にシュタイナーの名が大きく知られるようになり評価する人が増えた。日本では一昔前にシュタイナー教育が流行した影響もあり、日本の人文学系の大学の研究者にはシュタイナーの信奉者がかなり存在しているが、その思想や世界観の全体像は必ずしも 明確に理解されているわけではない。ルドルフ・シュタイガーの思想と実践は、その存命時から多くの議論を巻き起こした。主な批判としては、客観的の論証不可能な人知学の科学性に対する批判、教会関係者や主流キリスト教の信者による、シュタイガーのキリスト論のグノーシス主義的な所前提に対する批判がある。近年では、シュタイガーの民族論に対する、 人種差別的という批判などがある。樋口里氏は、ドイツのアカデミズムの世界には、シュタイナーの扱いにくさ、彼について語ることへの戸惑いが、確かに存在していると述べ、ドイツでシュタイナーを主題に、博士論文を書くことが困難な状況を、紹介している。一方、日本ではシュタイナーを主題にした、博士論文が書かれ、その成果は出版もされている。 アドルフ・ヒトラーの死であったとされるデートリヒエッカルトは、シュタイナーを敵視し、シュタイナーが社会有機体産分節化運動を開始した直後に、彼はユダヤ人である敗戦をもたらした、催眠術師、魔術師で、聖魔術に関係している、ユダヤ人組織の政治機関である、共産主義者の代表であるなどの戦場的なデマを広め、 以後ナチスはシュタイナーの活動に対して様々な攻撃を行った。両者の関係はしばしば悪のナチス大前のシュタイナーという単純な構図で理解される。その一方、現代ではシュタイナーの言説には人種主義的要素があったとして彼がナチスと同じような思想を展開したと取られ、兼ねないような告発もある。シュタイナーとエッカルトはもにドイツ神秘主義の流れを組み、 シュタイナーは、エッカルトのような同時代のドイツのフェルキッシュ思想と同じ精神的土壌に根ざしていた。評論家、翻訳家の小杉栄良は、両者が同じ精神文化の流れにありながら、エッカルトがシュタイナーを執拗に適視したのだから、決定的な対立点があるだろうと述べ、その思想の違いを次のように説明している。シュタイナーがすべての存在の中に、 神の主が宿っているという直感に始まり、諸民族の融和と共存を訴え、より良い人間関係のための社会的要請として、霊的な修行の必要性を説いたのに対し、エッカルトは、ただ、ドイツ民族の中にのみ神の主が宿っているという直感に端を発し、その現れと本来あるべき栄光は、ユダヤ人によって阻害されていると考え、反ユダヤ主義を展開した。ヨーロッパでは、 ナチスによるユダヤ人、ロマ、障害を持つ人々に対する未曾有の大虐殺を決して忘れず、このような事態を二度と起こさないという決意から、特にドイツにおいては、ナチスの犯罪行為に真摯に対峙し反省することで、国際的信用の回復を目指す立場から、過去の記憶を風化させないために、様々な活動が行われ、ポストノールイコールホロコースト現象と呼ばれた。 ポストノールイコールホロコーストの流れの中で、シュタイナーの思想も検討の対象となった。シュタイナーは大戦前のヨーロッパについて、各国には世界進化のための果たすべき役割があり、中でもドイツ人が最も高度な点に関わっていると述べるなど、ゲルマン民族の文化の優越性を解き、ドイツ人は精神面で果たすべき使命があると主張していた。ピーター・ワシントンは戦後、 人知主義者が、シュタイナー擁護論をいろいろ出したが、大戦前のヨーロッパ政治について彼が書いたものは、先に述べたような上記を逸した考えを、多少穏やかに改変したものに過ぎない。中略彼が、ゲルマン文化の熱烈な擁護者なのか、むき出しの愛国主義者なのかを区別するのは、難しいと述べている。シュタイナーの人知学やシュタイナー教育に、人種差別的教義があるという批判が、 ドイツやスイス、オランダなどでなされるようになり、フランスとベルギーでは、公的機関が人知学協会をセクトとみなし、内部審査を要求した。オランダ人、知学協会は、このような事態を受け、シュタイガーの著作を精査し、人種差別的協議は見られず、特定の民族や人種を侮別することを意図した、言説はなく、反ユダヤ主義ともナショナリズムとも反対の立場にあったと、 結論づけた。ただし今日の観点から言えば、差別的要素や、差別的と受け取られるような言説があることは確かで、あると述べ、シュタイナー選手のうち16箇所をピックアップし、今日誰かがこのような発言をすれば、オランダ警報の人種差別禁止条例に違反する恐れがあると警告した。小杉英良は、シュタイナーの文献を長年読んできたアジア人としては、 彼の思想に深い感銘を受けつつも、彼の人種差別的表現には、幾度も不快な思いをさせられ、幻滅させられたと述べている。小杉英良は、現実は複雑であり、差別的表現と指摘された箇所を、前後の文脈抜きで見るような安易な判断は、適当ではなく、また、シュタイナーが19世紀後半に、自己形成し20世紀初頭に活躍した、ヨーロッパ人であり、 ヨーロッパを一歩も出ておらず非ヨーロッパ人と直接対峙したことがほとんどないという時代と環境の限界を考慮すべきであるとしている。シュタイナーは霊的ビジョンを持っていたのだから認識の限界は超越できたのではないかという反論に対してはビジョンの是非は検証不可能であり検証できるのは残された言説だけであるとしこの時代のヨーロッパ人が 非ヨーロッパ人に対して抱いていた認識から、シュタイナーが完全に超越していたと考えるのは、信者の態度であると述べている。大田敏弘は、シュタイナーの思想は、彼に大きな影響を与えたヘレナ・ピー・ブラバツキーらの神知学と同様に、当時のマックス・ミュラーらのアーリアン学説の影響を受けたアーリア人種中心士官や優越論の傾向があることを指摘している。ただし、 人類の霊的進化は途上であり、後に新しいより優れた人種が現れると考えており、アーリア人中心士官の傾向があるとしても、アーリア人種史上主義とまでは言えないと述べている。シュタイガーの信奉者など、シュタイガーの思想に人種差別的側面は存在しないという主張もある。曰く、シュタイガーの思想は、カルマの法則により同じ民族のもとには再び生まれてこない。 生まれ変わりの思想を前提としており、人知学と以外の人にとって、これが大きな誤解のもとになっているという。シュタイナーは民族を超えた生まれ変わりを前提として、本当の神秘学の実現のためには、自分の属している民族という殻か,から脱しなければ、ならない。一つの民族だけに役立つような冷静を持っては、ならない。人間は輪廻転生を通して、様々な人種に受肉していきます。 ですから仮に誰かがヨーロッパ人は黒人や黄色人種よりも優れていると意義を唱えようとも実際はそのようなハンディキャップは大きな意味で全く存在しないのですとも述べているアメリカの人知学協会は断固として全ての人種差別を拒否することシュタイナーによる人種の垣根を捨てるべきであり全ての人種と国の融和を探求すべきであるという原則を守り なおかつ、シュタイナーの思想の一部にある人種差別的と解釈される可能性がある人種論を受け入れないことを1998年に表明している。シュタイナー教育は代替教育として評価され、成功した学校も多くあるが、その根底にある人知学的認識論は、検証困難であることから、経験的実証主義の立場からシュタイナー教育の非科学性を指摘し、 会議的に見る立場や生徒に特定の世界観を教える世界観学校であるという意見などがある。シュタイナーの農法は農学者、化学肥料メーカーと敵対した。学者はシュタイナーが配合を考えた調合薬品の有効性や作物の品質に疑念を呈し、メーカーはバイオダイナミック農法の背後にある精神世界に対して攻撃を行った。支持者たちは 攻撃から身を守るために、1933年に BD 農法全国連盟としてまとまり、ナチス支配下のドイツで活動していった。シュタイガーのバイオダイナミック農法と双壁を成す、初期有機農業の源流で、現在最も広く普及している、有機農法インドール式の創始者、アルバート・ハワードは、西洋の近代農法を批判したが、 同時に、シュタイナーのバイオダイナミック農法も批判している。シュタイナーが、人分量の肥料としての利用を漠然とした説明で、否定したことに疑念を呈しており、また、バイオダイナミック農業の肥料の配合方法の、悲儀的な要素、農法の伝承が、人知学と以外に必ずしも開かれているとは言えない、点も批判している。シュタイナーは、 自らの農法の実践者を精神修行を行った人知学徒に限ると明言しているわけではないが、伝える相手を厳しく制限することを望んでいたことが伺われ、またシュタイナーが一方的に教えるという関係は揺らぎないものであり、授ける側から授けられる側という権威的な構図が固定していた。ハワードは自らの有機農法、インドール式はバイオダイナミック農法と違い、 明快で広く開かれた農法であると考えていた。藤原達氏は、シュタイガーの農法は、人間を農場という有機体の一構成要素に過ぎないものとする、ラディカルな、生物権平等主義といった思想であるが、この農法が、ナチスによって、東欧の占領地で用いられたことで、生物の多様性という言葉の中で、人間の生活様式の多様性は、希薄になり、 結局は人間集団に対する搾取や抑圧を認めてしまったと指摘している。歴史学者のセオドアローザクは、シュタイナーの聖書解釈は、キリスト教師において最も異様なものであると激しく批判している。シュタイナーの講義の多くは、専門の職人による速記録や聴衆がメモで残した記録として残されており、シュタイナーの生前には、それらをもとに、シカバンや 雑誌掲載の形で発表されていた。後年それらは、シュタイナー自身の著作を含め、ルドルフ・シュタイナー出版によって、ルドルフ・シュタイナー全集という形で、系統的に出版されており、2006年現在においては、最も手に入れやすく、また、ポピュラーな版となっている。それは354巻のシリーズであるが、その編纂は、現在も未だ完了していない。 全集の著作権は、スイスのドルのハにある、ルドルフ・シュタイナー移行管理局が保有している。ルドルフ・シュタイナー全集は、著作、講義録、芸術作品の複製品の3つに分類されており、全集は、部門、分野ごとに分割された後、年代順に、全集を表すギャザモトスコバという言葉の頭文字を、取り、ガバンとナンバリングされている。 A 著作 B 講義録ルドルフ・シュタイナーの著作は決して少なくはないが講義録の分量はその10倍の数にも上る。講義録は以下のように3分割されており、2のような学問的ないわゆる人知学一般の内容を扱ったものは講義と呼ばれ、3のように職業や芸術などのいわば専門分野を扱った具体的な内容のものは講座と呼ばれる。 上記の障害に関する記述においては、紙面の都合上、基本的には後者のみ掲載した。C 芸術作品の複製品出版社は、主体ーの絵画作品のレプリカ、絵画の授業に使った、修作、オイリトミーの動き方や形態に関するスケッチ、黒板絵、ゲーテアルムの写真などを画集として出版している。それらは芸術クンストに関するものなので、 K 番という表記でナンバリングされている。ディールドルフ・シュタイナー全集に当てた気候論文集平均約60ページの B5 の小冊子で2006年現在122巻まで発行されている。1949年以降年平均2巻境のペースで刊行されており、現在も刊行中。表示するには右の表示をクリックしてください。ありがとうございます。